はい、こんにちは、峠ドライブです。今日お送りするのは、八社神峠、八社神峠だ、ごめんなさい。はい、今日お送りするのは八社神峠、みんな間違えちゃうんだけどね。これゆるキャンで有名な、聖地になります。で、また八社神ヒュッテっていうのも、あるんですけども、とても景色のいいところで、見ていただければいいと思います。はい、ちょっと私邪魔ね、ちょっとこっち行こうね。そんなわけでね、今日は長野県の、南アルプス市にある八社神峠の道を走っていきたいと思います。とても道はね、いいとは言えないですけども、まあ普通のスポーツカーで行くのはちょっとね、どうかなって思いますけど、道が結構狭いので、すれ違いだとかね、まあちょっときついかな。まあでも行けないことはないですけどね。で、ここお店ね、はい、名取さん、はい、ここでもね、なんかジャパン峠プロジェクトさんがなんかステッカーを販売してるみたいなので、皆さん行ってみてください。で、ここを左曲がって、まっすぐ行っちゃダメだよ、これ左行ってね。で、こっから行きます。はい、ここにゲートがありますけどね。はい、ここで八社神峠に向かいます。だんだん道狭くなってくるけどね、ところどころ道悪いので気をつけてください。ほら狭いでしょ。これ軽自動車だからまだ良かったんですけどね、普通のね 2000cc の車だったらスポーツカーだったちょっと大きい車だと、ちょっとすれ違いね、厳しいですけどね。まあところどころこう道が広いので、まあ対向車来たら譲ってあげてください。はい、それで楽しくねドライブしてください。はい、でここにもね温泉がありますけどね。はいね、ここで疲れたら温泉でも入って疲れを取ってくださいね。この他に食べるとこだとかそういうとこは一切ないので、八社神ヒュッテ行くまではねありませんので。はい、ほら道悪いでしょ、ガタガタなんだよ、ガタガタ、もう道が割れてんだよ、日々入って。まあどこの峠も一緒だけどね、まあこれ、ね、整備してもらいたいね、ちゃんとね。道路マニアのウルフマンとしてはね。まあ前回はなんかレッサーパンダがなんか出ててなんか案内したみたいだけど、僕のがうまいと思うんだよな。まあなんたって走ってる本人だからねね、そんなわけでね、あ、まあところどころこうやって路側帯がありますけど、ね、狭いでしょここから。でも景色最高でしょね。えウルフマン、このこういう景色を見るだけでもう満足だ。山付きだからね、狼だから。いつも山登ってさね、いろんな獲物を取ったりしてるから、もうね、まあみんな分かってくれるかな。このみんなも峠走ってるからやっぱ好きだと思うけどね。僕も大好き。あら、ちょっと邪魔かな、邪魔かな、え、私が邪魔、もうちょっとこっち寄れって。じゃあちょっと寄るよ。はい、こんな感じで道路見えるかな。で、まあこんな感じで、ここら辺は広いんだけどまだね、この先が狭いんだよ。まあ普通のあれは通れるんでね、
まあ綺麗だよ、右見るとね。うん、右見ると綺麗だよ景色。まあこういう峠をねしょっちゅう私は走ってんだけどさ、まだ見ない峠、未知の峠を探して、ここはね2回目なんだよ来てる。1回下見に来てるから、ゆるキャンの聖地ってどんなもんかなと思ってね1回見に来てる。ここと、あと乗鞍スカイラインと乗鞍エコーラインっていうところね。まああそこ車でね途中までしか行けねえんだけどね、まあちょっとね見に行ったね。でここも来て2回目だけど、でここを右に曲がる、ヤッシャージンって書いてあるでしょ。ここを右に曲がってて、まっすぐ行っちゃダメだからね、とんでもないとこ行っちゃうから、ここを右に曲がってずっと行くんだよ。どう、景色いいでしょこれね。やっぱ峠っていいよね、やっぱね。いろんな峠あるけどさ、なんだよメール来たのかよ、うるせえから黙ってこい。今配信中だよね。そんなわけで、スマホに怒ってもしょうがない。これ落石もたまにあるからね、気をつけてね。大きい石がドーンって落っこってる場合あるから、そういえば自力でね石どかして行ってね、それか諦めて U ターンしてね。もういつも峠ドライブはどかすからね。他の人もほら通行する場合はあるから、一生懸命ってどかして道路の端っこにねやるけど、あとはもう怪力で持ち上げてえいって投げて、まあそういうことしちゃダメよね、良い子のみんなはね。しっかり峠をね楽しんで走ってね、ただし飛ばしちゃダメだからね、危ないから。たまに警笛鳴らせって出るからね、標識があるから警笛鳴らしていきましょうね。調子こいていくと事故るからね。最近峠行くとさ調子こいてるやついっぱいいるんだよ。そういうの危ないからさ、もう安全にみんな楽しく行けるようにね、通行してくださいね。他の人は迷惑かかるからね、そして他の関係者の方にみんな迷惑かけるからね、地元住民の方迷惑かけないように楽しくスピードも控えめにね、景色とあとはねグルメを楽しんでドライブしてくださいね。それがやっぱ峠ドライブ、皆様にお願いするお願いだからね。ね、車も傷つけてないしね、事故とかあったら大変だから。ここゲートだね、いつも通行止めになって、この前来た時も僕通行止めだったんだよここまで。だからこれから先はね今回は初めて、そうキュッてまで行けなかったのね。だからまあ楽しみだね。そうもう今ね378ね峠をいろいろ YouTube で公開したりホームページで公開したりしてますけどね、いいよね。まだまだどのくらいまで行くんだろうわかんないけど、日本全国の峠ってねまだ峠ドライブまだ全国制覇してないからね。なんか本で見るとなんか峠をね歩いてる人がなんか本出してたみたいだけど、まあ車で走るね、道もあるからね、まあ山登って峠の頂上行ったり、まあ数えたりするともうかなりの数があるよね。まあ車で行くだけなんだけどさ、まあ山登りしてその峠の頂上行ってみたりもしたいよね。今日はねヤシャジン峠はちょっと上までは行かなかったんだけどね、ヤシャジンヒュって行って、お茶してそれで帰ってきたんだけどね。
あのマイカー規制ね、まあしょうがないんだけど、自然を守るためにはねしょうがないけど、ちょっとね行ってみたいなっていう感じはあったけどね、自動車通行禁止だからね、まあしょうがない、あのバスで行くしかないけどね、ちょうど行った日あのバスなかったからね、見なかったっていうか、ちょっと待たなきゃいけなかったから、そういう時間なかったんで、行っちゃったけどね、でここがトンネルね、ちっちゃな入るよー、はーい出たみたいなね、ちっちゃなトンネルで、はい、まあこのぐらいのトンネルが一番怖くなくていいけどね、長いと本当に怖いからね、ウルフマンも怖くてムーってなっちゃうね、タバコ一服してるところじゃね、本当に怖くて、でだんだんだん狭くなってきてね、まあそんなに道的にはね、そんなに狭くはない、あの軽自動車で行く分にはね、普通の自動車で行くとまあすれ違いの時にねちょっと大変だけど、軽自動車みたいなちっちゃい車で行くと別に大丈夫かな、峠ドライブはいつもちっちゃい車で行ってたらね、もう狭い道が多いから、大きい車で行くともう大変、これもねちょっとでっかいんだよ行った車、あのスペーシアだからさちょっとでっかいんだけどね、まあでもあの行けないことはなかったので、まあこれでいいかなっていう感じ、いつもだと僕の愛車のねあの MH23S、ワゴン R のスティングレイでね行くんだけどね、ちょっと今峠ドライブのあの愛車メンテナンス中なんで、エンジンからねリビルドエンジンからオイル出ちゃったんで、1年も経たないうちにね、あの駅マニとかからさオイルが漏れてるって車検の時に言われて、って調べてもらって、やっぱなんかリビルドエンジンがなんか不良だったってことで、まあ今積み替えをまたやってるんだけど、また1ヶ月ぐらい乗れないんだよ、早く乗りたいなと思ってんだけどね、もうそれがダメになったらもう車買い替えるしかねえな、念願の86買うしかねえなこれな、まあねどっち買うか分かんないけど、86かね、GT か AE かね、まあそれ買うかな、それ買って峠をね走るの楽しい、こういう狭い道通れなくなっちゃうから、軽自動車もいいかなと思ってね、燃費もいいしね、で何だったら、まあリクライニングで倒して車中泊したりするから、まあそういうできる車がいいかなと思って考えてるんだよね、2択、車中泊にしようか、それとも86にしようか、どっち、まあみんなはね後者の方だって言うけどね、悩むところだよね、まあ僕の車の話はどうでもいいけど、まあここでだん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 道は細くなってて落石注意もあるしね、どうですかね、結構いい道でしょ、ガタガタだけど、本当にところどころ陥没してんだ、だからあんまり飛ばすとタイヤ痛めちゃうからね、なんかツイッター見てるとさ、この道てめえ怖えっていうような皆さんね投稿してるけど、まあその通りだね、狭いから、で落ち葉とかいっぱいあるしさね、滑るから雨の日とかね気をつけてね、であと夜はあんまり行かない方がいいからね、怖いから峠道夜行くと怖いからね、もう何回も峠ドライブ夜ね走ったことあるけど、やっぱ怖いよ本当に晴れた日が一番いいよね本当に景色見ながら
夜だともう道路しかもう映してないからね、怖いよ。何が落ちてるか分かんないからいきなり。本当に。まあ下調べしながら行ってください。ここもガタンガタンってね、道は悪かったね。まあまだまだね、あの道は続きますから。はい。ね、ここら辺の景色もね、まあまあだから。たまにこうやってあのガードカラーコーンとかね置いてあるけどね、飛ばさないようにねぶつけて、ちょっと一服した、まあゆっくりのんびり行ってくださいね。周りの景色を楽しみながらね、もうここも綺麗だしね、ここで車止めて眺めるのもいいけどね、帰りここで見たんだよね、ゆっくりね、景色みたいな、ちょっと歩いてみたらね、結構歩いたりね、そうしたりすると結構ね楽しいよ、で写真あの景色見たり、楽しいから、まあここもねキャンプシーズンになったりすると結構人来るのかな、ちょっとわかんないけど、僕行った時もね、ここは通ってないからさっきのゲートで止まっちゃったんで、だからね、ヤシャジンヒュッテまでは行ったことがなかったので、もう楽しみでワクワク、どこだろうどこだろうと思いながらね、もういつ着くんだみたいな感じでね行ってたからね、まあそれも楽しみなんだけどね、いつになったら着くか、まあ走りながらね、楽しみ、ここもキューって右に曲がってね、左に緩やかに曲がってね、楽しいです、今度からねもう私ウルフマンがこの道路をね峠道だとか案内するからね、皆さんよろしくね、よろしくね、今度はこういう感じでやるんで、ね、よろしくよ、本当に今まで音声なんかはね入れたことないので、ほとんど音楽ばっかでね、やってますけど、チェケラいいね、こういう音楽聴きながら峠道走ると楽しいよ、ね、みんなも音楽かけて行ってるだろうけどね、グッドなミュージックかけて行ってください、楽しいからね、また隣に素敵な彼女乗っけてねドライブするのも最高にグーだからね、行ってください、まだまだ続きますからね、長いんだよこれ、標準で送ってるからね、通常だと2倍速にしちゃうんだけど、2倍速にするとちょっとね景色がやっぱ楽しめなくなっちゃうから、ゆっくりゆっくり、これ時速40キロちょっとぐらいかな、しか出してない、怖いから、こういう曲がり方に対向車来たら怖いからね、ここも道少し拡張してんだよね、ね、跡があるからここ整備してんだちゃんとね、ところどころこういうね整備された道があるから助かるよね、もうされてないと狭いからね本当に、もうね綺麗にほら綺麗になってるでしょ、いいよね走るやつ、やっぱ車のことも大事だからね、ガタガタ道走りたくないでしょ、車傷ついた、こうやってちゃんと綺麗になってれば本当気持ちいいよね、ここ30キロになって30キロね、法定速度守りましょうね皆さん、でも車がもうちらほら出てくるので、もうこれがだいたいヤシャジンヒュッテに到着するとこで終わりになります、皆さん最後までね見ていただいて本当にありがとうございます、本当にね、ここのところがヤシャジン峠に登っていく、ヤシャジン峠に登っていくね道で、
ここが優しいシュッてです。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。